はい、こんにちは。札幌占い美容室相馬橋のことです。今こちらビフォアの状態、ちょっとごめんなさい、ビフォアの状態で、中、今日は中に青っぽい色をここに入れたいですね、うん、青を入れて、でこっちは黒くなっちゃった、こっちは黒くしたいなっていうことで、あと何かあったっけ、青くしたいってここから来ただけで、いいんだよね、はい、っていう感じで皆さんにお願いがあるんですが、あとちょっとで1万人の登録者になりそうなので、まあ、ちょっとニッチな動画で一般受けする感じの動画ではないんですけども、登録してない方はぜひ登録していただきたいと思います。まあ、ちょっと狭いところに発信している部分もあるんですけど、まあ、その1万人突破するとまた自分のモチベーションも上がっていろいろ発信できると思うんで、皆さんよろしくお願いいたします。そう、このね、白い髪見てもらうと分かるんですけど、もうほぼ紫ですよね、この赤紫みたいな。前のグレージュってやつ自分の髪に乗っけてみたんですけど、赤っぽくなっちゃって、どうしようみたいな感じになりました。これもうちょっと赤み弱くしてもいい感じするんですけどね、女の子がやったら絶対可愛いんで。はい、でここで、今3トーンのカラー、このまま毛先まで3トーン塗ってしまうと毛先暗くなっちゃうんですね、もちろん。なのでじゃどうするかっていうと、はい、残液がこちらありますね、残液。これに対して、先ほどのキサンタンガムをちょっと混ぜます。そうすると染料が薄まりますよね、はい、そうすると毛先がちょっと色が薄くなって、いっぺんに塗っても大丈夫っていう感じですね。はい、これはもう今だいたい、そうですね、もともと残液が2として、今キサンタンガム1入れた感じですかね、はい、21ぐらいです。場合によってその時に合わせますね。結構明るめに仕上げたい場合はキサンタンガムと残液1対1、今回ちょっと暗くしようかなと思ってるんで、残液に対してキサンタンガム1にしました。まあ、それは実際にちょっといろいろやってみてください。でこれで、もうここは手で塗っちゃいます。手で毛先に対してもうちょっと塗っていく感じですね、こういう感じで、はい。これで毛先から根元から毛先のグラデーションっていうのができる感じです。まあ、くれぐれもこれ3トーンですから肌とかに絶対つかないようにしてください。結構取れづらいんで、あとはしっかり発色するまで少し時間がかかるので、彼女の場合はあんまりラップしなくてもいけるのかなって感じがするんで、ラップなしでちょっといこうかなと思います。まあ、これ簡単ガム混ぜれば混ぜるほどダメージもやっぱり減っていくのは分かると思うんですけど、よく食べ物とか歯磨き粉とか見ていただくと、キサンタンガムって書いてると思うんですけど、口に入れても大丈夫なものなので、はい、ということで終わります。ちょっと中のところちょっとだけハサミ入れます。ここが引っかかりそう。
うん、